待ってたわよ。ようこそセントソルトスノーへ。セントソルトスノー？ええ、とてもふさわしい名前でしょ。こんな不思議な建物は初めて見ました。まるで映画の特殊効果みたいです。夢を見てるわけじゃありませんよね。それが世界の泡の面白いところなのよ。どれほど不思議で常識外れな景色でも、世界の泡ではごく普通で基本的な法則によって作られているのかもしれない。だからスーサナ、目の前の景色を満喫してそのユニークな法則を確認すればいいのよ。さすが博識な世界の泡の旅人だな。あっさりしてる。って、え、待ってください、どうして私の名前を？あなたはスーサナ、そしてもう一人はゼーレ。そうよね。どうして私たちのことを知ってるんですか？緊張しないで。本当にこれが初対面なのよ。名前については。光の使用を探している最中に、あなたたちはお互いの名前を呼んでたでしょ？ごめんね。盗み聞きするつもりはなかったんだけど、うっかりミスしちゃって。でもさっき、私たちはだいぶ離れてましたよ。あの音符たちですか？ええ、音符を操れるのは便利だけど、たまにトラブルが起きちゃうの。例えば距離や周波数を間違えると想定外の声が聞こえたりするのよね。ああ、わかりました。別のチャンネルが混ざったりしてしまう古いラジオみたいなものですよね。確かにそうなんだけど、もう少し可愛い表現はできないのかしら。この漂流者さんは見た目よりもずっと大雑把な人みたい。あなたたちは天命のバルキリーでしょ？どうしてそう思うんですか？見ればわかるわ。だって天命のバルキリー装甲を身につけているもの。私のよく知ってるものじゃないけど、こんなに時間が経ったのにコアとなる技術に本質的な変化はなさそうね。さすがは漁師の海を旅する漂流者。やっぱりいろいろ知ってるんですね。じゃあ私から自己紹介します。天命本部直属不朽なる刃の B 級バルキリー、スーサナです。そのパートナーのゼーレです。今は呼びたいんです。ですがゼーレさんは強いバルキリーなんですよ。天命の重大な変革を見届けたってだけじゃなくて、世界を救う作戦にも参加したんです。すごいですよね。スーサナさん、そう言わないで。不朽なる刃、彼女たちの隊員だったなんて。そうなるとあなたたちはとっくに私の名前を知ってるかもね。え？何しろかつての私もバルキリーだったんだもの。一応あなたたちの先輩よ。どこから話せばいいのかしら。少し準備の時間をちょうだい。はい。せっかく新世代のバルキリーと出会えたんだもの。先輩として私も少し緊張しちゃうわ。準備はいい？じゃあ私の物語を語り始めるわね。うん。あれは硝煙と血涙に満ちた過去。かなり前のことよ。かつての天命は、より危険な崩壊の危機を処理するために、とある特別な小隊を作ったの。そのチームのメンバーには、当時のバルキリーの中で最も優秀な人ばかりが選ばれた。精鋭の中の精鋭と言ってもいいでしょう。はぁ。その中に、ある A 級バルキリーがいたの。優れた才能もなく、みんなに追いつくのが精一杯だったけど、それでも彼女は憧れの相手と共に戦えることに誇りを感じてた。そんな時、ある大規模な対崩壊戦で彼女は強敵と遭遇したの。敵の苛烈な攻撃を前にして、彼女ともう一人の仲間は苦戦を強いられた。
仲間たちにチャンスを作るために彼女たちは必死に抗い、敵と共倒れになることも惜しまなかったけど、想定外の出来事が起こった結果、そのヴァルキリーは宇宙文明に助けられて生き残れたの。彼女はある世界の泡にしばらく滞在し、そこのアイドルになることもできた。アイドル？私たちの知ってるあのアイドルですか？ステージに立つっていう。どうしたの？ヴァルキリーなら楽勝でしょ？え？ヴァルキリーって大変？その後、とにかくいろいろあって彼女は再び旅に出て、漁師の海の漂流者になり、雪に覆われた世界で後輩にあたる二人のヴァルキリーと出会った。すごすぎます。この話を聞いてもう分かったかしら、私の正体が。そう、私は雪狼小隊の生き残りで、元天命の永久ヴァルキリー、別名、冬の公園、しぐれキラよ。そして。待って、その反応って、私のことを知らないの？すみません。確かに、私は長く天命を離れているものね。名前を知らなくても当然でしょう。でも、私が在籍していた伝説の正体、雪狼小隊の名前くらいは聞いたことがあるわよね。まあいいわ。かなり前のことだし、聞いたことがなくても別に。雪狼小隊、雪狼小隊。あ、セシリア様！しぐれキラさんはセシリア様の配下にいた方だったんですね。まさか、そんなすごいヴァルキリーの先輩と出会えるなんて。本当に夢を見てるわけじゃないですよね。いや、夢ですね。違うんですか？何？少し落ち着いて。伝説のヴァルキリーには初めてお会いしました。もっと近くでその演習を拝んでもいいでしょうか、キラ先輩。え、拝む？待って、この子ってば、どうして急に？これからはキラ先輩の輝かしい歴史を心に刻み、どんな時も忘れたりしません。ビアンカ、あなたの隊員選びのセンスって本当に大丈夫なの？まさか終焉を乗り越えただけじゃなくて、固有世界でもいろいろあったなんて。全てが解決してよかったわ。それで、あなたたちはテレサ主教の依頼を受けて、この世界の泡を調査しに来たの？それは、そう言われると間違いではないんですが。その件については、説明すると少し複雑になります。確かに、今はまだ任務をこなしてる最中ですが、ここに来たのは、事故が原因なんです。さすがに、うっかりここに入ったってわけじゃないでしょうね。実は、その通りです。正確に言うと、私たちは誰かの手によって、意図的にこの世界の泡に飛ばされたんです。黒幕は、ずっと姿を現してませんが、多分私は、その人のことを知ってます。まさか、彼女たちは。キラ先輩？いえ、何でもないわ。それが原因で仲間と離れ離れになったのね。そうだと思います。でも、辺境の村をくまなく探しましたが、彼女の姿は見当たりませんでした。じゃあ、扉の向こうで探してみない？高塔の下は見える？あれが、セントソルトスノーの都市部で、通信も交通もすごく発達してるの。仲間がまだこの世界の泡にいるなら、あそこで情報をつかめると思うわ。ほら、霧
キラ先輩もこう言ってますし。元気を出しましょう、ゼーレさん。きっと彼女を見つけられるはずです。何しろ二人は、心が繋がってますからね。うん。ありがとう。スーサナさんの言う通りに、もっと彼女を、そして、私たち自身を信じるべきだよね。そう来なくっちゃ。三人が今まで何を経験してきたのかはわからないけど、個人の能力より、チームの信頼感の方が大事な場面はすごく多いのよ。三人。はい。そうですね。もう一人の私が行方不明になった理由は、まだわからない。それまでは、多くを説明しない方がいいのかも。じゃあ、私も人探しに付き合いましょうか？え？本当にいいんですか？厳密に言うと、ここに来たのはこれで二度目なの。あなたたちは初めて来たわけだし、この世界の泡のこともよく知らないから、一緒に行動した方がいいと思わない？もちろんです！ゼーレさん、伝説のバルキリーと一緒に行動できるなんて、私たちは本当にラッキーですよ！そうだね。ありがとうございます、キラ先輩。でも、迷惑をかけてませんか？そんなに遠慮しないで。漁師の海で漂流する者同士だし、お互いの面倒を見るのは普通でしょ？それに、もともとここで調査しているし、同行するのもついでだから。調査、ですか？私たちに協力できることがあったら、教えてください。つまり、キラ先輩はそのためにこの世界の泡に来たんですか？どうかしらね。あ、まさか、キラ先輩は何か重要な極秘任務を行ってるんですか？天命を離れたとしても、キラ先輩は様々な災害の第一線で活躍し、世界の泡の平和を守ってる。きっと、そうですよね。心配しないでください、キラ先輩。バルキリーとして、その秘密は必ず守りますから！うんうん、誤解よ。ここに来たのは、むしろ、とても個人的な理由があるからなの。なんて言えばいいのかしら。どのアイドルも手に入れたいと思うものを探してるだけよ。そう、あれ！天雷のように美しい声を手にするための特殊なアイテムよ。美しい声を手にするための特殊なアイテム？二人とも絶対に内緒にしてよね。何しろこれはアイドルという仕事に関する企業秘密なんだから。とにかく、以上が私個人の黒歴史よ。私たちの目標が人を探すことなら、とりあえず街に行って聞き込みをしましょう。ものすごく高い塔以外は、固有世界と特に違いはありませんね。まずは、住人たちに状況を聞いてみよう。ええ。ここに来たのは二度目だけど、前回は交流する機会なんてほとんどなかったから。お嬢さんたち、外から来たんじゃろ？え、どうしてわかるんですか？わしは年を取ったが、記憶力には自信があるんじゃ。
お嬢さんたちのように特別な格好をした若い娘さんを見かけたら忘れたりはしないさ。よかった。じゃあ私とよく似てる女の子を見かけたりしていませんか？仲間なんですが、はぐれてしまったんです。見てないな。ここ数日はお嬢さんたち以外の異邦人が来るようなことはなかったはずじゃ。そうだったんですね。ありがとうございました。少し待った。お嬢さんに仲間を見つけられる方法を教えよう。え？祈ればよいのじゃ。お嬢さん、信じる者は救われる。わしのように心を込めて祈れば、きっと賢者様がお嬢さんのもとにいなくなった仲間を送り返してくれるはずじゃ。どうじゃ、賢者様の導きを感じたか？多分あまりにも信憑性がありませんね。しょうがないわ。ここの文明は固有世界よりもずっと発展していないから。他の人たちに聞いてみましょう。こんにちは。女の子を見かけませんでしたか？私とよく似ていて黒いスカートを履いてるんですが。見かけてないね。そうでしたか。こうしよう。今お客さんが言った特徴を覚えておいて、その人がここを訪れたらあなたたちに伝えるよ。本当ですか？ありがとうございます。まあまあ。ちなみに今日の宿泊先はもう決まった？ここなら交通が便利だし、隣人も友好的。隣の娘さんの行き先はわからないけど、とにかく治安がいいから安心して。もうすぐ就寝の時間だし、ここに泊まったらどう？閉店時間が過ぎてから泊まる場所が見つからなかったら大変だよ。店主は本当に商売上手ね。外は明るいし、夜にはまだまだ時間があるじゃない。私たちのような商売人が時間を間違えると思う？スケちゃん、今は何時？セントソルトスのお時間で22時16分になりました。夜更かししないよう早めにお休みください。え、これは変ね。もうそんな時間なの？まだ日は暮れてないのに。お客さんたら冗談が好きなんだね。日が暮れるなんてこと起きるはずもないでしょ。ここが白夜の世界だなんて知らなかったわ。通りで明るい割に通行人が少ないのね。でもキラ先輩はここに来たことがあるって言ってませんでした？前回来た時は夜がないことに気づかなかったんですか？その通りよ。前回は少しトラブルがあってこの世界の泡に長く滞在しなかったの。一日もなかったんですか？一時間もなかったのよ。でもここが昼夜が変わらない世界だとしたら、どうして彼らは固有世界と同じ時間の概念を持っているのかしら。それってさっきセントソルトスの時間で22時16分って言ってたわ。つまり彼らにとって今は夜でも空の景色は変わらないのに、どうやって0時と12時を区別しているの？確かに現実世界で12時を正確に定義できてるのは太陽の高さを基準にしてるからですが、彼らは何を基準にしてるんでしょう。そう考えると彼らの時間の概念が私たちと同じだなんて確かに変です。それにあのスケちゃんもどう見ても人工知能ですよね。こんな年代間のある都市で人工知能を目にするなんて、生きてる宇宙人を目撃することよりも変です。
宇宙人なら本当に存在してるかもね。え？私の話を覚えてる？世界の泡は特別で独立した存在。というよりここを支配する権能が固有世界と一致しないからこそ、そういった常識外のことに遭遇するの。常識から外れているのに辻褄が合う。まるで不思議の国のアリスやオズの魔法使いの話みたいよね。幸い絵本の展開とは違って、私たちはここの時間に合わせなくてもいいはずよ。休む前にもう少し聞き込みをしましょう。こんにちは。剣霊が見てる。人の夢を邪魔する奴は雷に打たれるよ。そんな残虐な相手は本当に剣霊と言えるんでしょうか？すみません、ちょっと聞きたいことがあって。もういい、キリがない。何がですか？説明する時間はない。早く避難しないと。賢者の使いがもうすぐ降臨して災いをなくしてくれるだろう。その前に君たちも急いで避難した方がいいよ。待って。どういうことでしょう。見当がつきませんね。でもさっきの音は多分。とにかく音の出所を探しましょう。道理でさっきの人は慌てて隠れたのね。この数は多すぎるわ。でも敵を倒すくらいバルキリーにとっては何の問題もありません。いや、ですよね。問題ないよ、スーサナさん。悪くないわね。基礎ができてるし、崩壊エネルギーの使い方にも慣れてる。本当ですか？よかったです。違います。スーサナさんはずっと戦闘技術を磨いてきたし、努力は必ず報われるって言うよね。あ、ユランダル様も同じことを言ってました。踊りましょう。音楽が鳴り止むまで。そうだ、ここは天命の先輩としてこの世界の泡で戦う時のコツを教えましょう。全力で頑張ります。ごめんなさい。敵がようやく減ったみたい。この世界の泡の暮らしは、あの宿屋の店主が言ってたように安全じゃないのかもしれませんね。
大丈夫ですか？何か怪我？すごい！こんなすごい人には久しぶりに会ったよ。安心して。君たちが来てくれたから僕は無事だよ。こんなに完璧な女の子は珍しいね。危うく見惚れるところだったよ。目を離すのも惜しいくらいだ。そうですよ、ゼーレさん。さっきの一撃は見事でした。私もびっくりしましたよ。それほどのものでも。おや、恥ずかしがっているのかい？でも少しも大げさではないよ。空から舞い降りて敵を撃退した時の君の姿は、実に強くて美しかった。まるで伝説の精霊のようだ。ああ、すまない。まだ君の名前を知らなかったね。精霊のお嬢さん。精霊のお嬢さん！いえ、私は。はいはい、もうからかわないであげて。これ以上話を続けたら、精霊さんの顔が真っ赤になるわよ。もう、キラ先輩まで。ごめんね。でも元気そうよね。怪物に襲われかけてたのに、それでも口達者でいられるなんて。あの怪物たちはしょっちゅうセントソルトスノーにやってくるから、もう慣れっこなのさ。ただ今回は運に恵まれず、秩序を維持する紳士に怪物の仲間だと勘違いされただけで。それに怪我したとしても、口さえ無事だったら会話に支障はないよ。怪我は全然大したことないけど、話せなくなったらそれこそ参ってしまう。つまり、さっきの敵は、紳士と呼ばれてるの？そうだ、聞き忘れるところだったけど、君たちは外から来た旅人だね。ようこそ、セントサルトスノーへ。え？わかるんですか？このセントサルトスノーの住人は皆、僕の知り合いだからね。ここに知らない人はいないよ。なんとなく、想像できます。だから、僕たちも友達にならないか？別に異邦人が珍しいっていうわけでも、君たちが喧嘩に強いからでもない。僕は面白い人といるのが好きなんだ。彼らの日常の話を聞いていると、まるで僕も様々な人生を手に入れたような気がするんだ。楽しいだろう？それに、君たちは僕を助けてくれた。僕はその瞬間から友情を感じたんだ。君たちならきっと断らないよね。ね。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう言ってくれると思ったよ。では、地元の人間として君たちをもてなそう。僕はビタ。歯が唇を優しく噛むビニ。舌が優しく歯に当たるタだよ。賢者に愛された純潔の町、セントソルトスノーへようこそ。友人、そしてガイドとして君たちのそばにいよう。ゼーレさん、これ以上は本当に何も知らないんだ。ゼーレさんは私たちが初めて出会った人間の形をキープしてる人なのよ。ほら、僕たちは体を持っていない。月の岩にさえ触れられないのに、その奥に何があるのかなんて分かるはずもないだろ。
もしかしたらゼーレさんは仲間のことを考えすぎてつい幻覚を。続けなさい。まだ話の途中でしょ。あなたたちが黒くて汚い何かだってことは分かったわ。でもこれ以上もっと抽象的なものにしてあげてもいいのよ。これ以上僕たちを脅しても。ふーん、ゼーレさんの欲しい答えは出ないよ。あんなに近くにいたのに、あの手を掴むべきだったわ。私たちはもともと同じ人間だもの。同じ人間。ええ、きっとそうよ。確かに、同じところで時間を無駄にするよりも、ここを出る方法を探した方が効率的ね。ゼーレさん。え？ここを出る手がかりが欲しいなら、ある場所に行くといいかもしれない。言いなさい。あっちだ。この先が砂鉄の国で一番大きいオアシス都市だよ。永遠の月の光に照らされて、どんどん力が湧いてきたみたい。ちゃんとした体すら持ってないのに、力？結局のところ、どうしてここに来なくちゃいけないの？オアシス都市だから。ここが沈まぬ月の加護を受けているからさ。砂鉄の国の住人は、月の光を浴び続けることでようやく、偉大なる賢者様の導きのもと、神聖を手にすることができるんだ。だから、ここは神聖に最も近い都市でもあるんだよ。神聖ね。ここの人たちが世界の泡を出るって意味かしら。辺境にいた時も賢者の話をしてたわね。それって一体、どういう存在なの？あなたたちと同じように、目立たない炎？それとも、あなたたちよりもう少し目立っているとか？まさか。もちろん聖なる賢者様の見た目は僕たちよりもずっと威厳があるよ。砂鉄の国にとって賢者様は神様のような存在だ。賢者様は漆黒で寂れた国境に光をもたらし、僕たちに命の方向を示してくれた。その上、僕たちの信仰心が十分に深ければ神聖すら与えてくれるんだ。でも賢者様の見た目に関しては確かに言い伝えられていないね。きっと背が高くたくましい青年だと思うわ。俺たちのようにただの炎だったとしても、きっと月の光のように明るいと思うぞ。なんだか曖昧なところが多いわね。信仰心の深さはどう判断するの？神聖ってどうやって？それに賢者に会ってないってことは、つまりあなたたちは本当の神聖を知らないのよね。確かに会ったことはないけど、賢者様の輝きは嘘じゃない。ええ、私たちがすでに賢者様に会ってたら、きっととっくに神聖を手にしていたでしょうね。多分ここであなたとおしゃべりすることもなかったはずよ。まあいいわ、彼らに八つ当たりしてもどうにもならないし。地味猛霊ばかりね。随分と賑やかだわ。その賢者がどういう存在なのか見てやろうじゃない。砂鉄の国へようこそ。人間の姿を維持できるものは久しぶりだよ。何か手伝えることは？あなたたちは賢者のことをどれくらい知ってるの？賢者様のことを知らない人はいないよ。あんなつかみどころのない伝説なのに、思っているも内容が一致してるわね。これ以上新しい情報はなさそうだし、別の人に聞いてみましょう。
本当に明るい月だ。ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、賢者のことを知ってる？賢者様？もちろんだよ。賢者様は我々の運命を導いてくれて、神聖を。賢者様は誰？は？冗談はやめて。ゼーレさん、どうか責めないであげて。彼はもうすぐ消えるんだ。どういう意味？月の光を浴びてるし、姿も比較的完全なんでしょ？あなたたちの話だとちゃんと生きてる方よね。どうして消えるの？詳しい原因は私たちもよく知らないけど、嘘はついてないわ。どうか私たちを信じて。時間が経つと自分のことを忘れる人が出てくるんだけど、それは消失の前触れなの。忘れたことが多いほどその人は消失に近いのよ。こいつらの存在は記憶のようなものと関係してるのかしら。じゃあ、あなたたちは彼と同じ状況になるの？いいえ、みんながそうなるわけじゃないわ。でも、誰がどんな原因で消えるかについて、私たちにできるのは祈ることだけかもしれないわね。どこだったかな。ねえ、砂鉄の国の賢者を知ってる？もちろん。また同じ答えだわ。そう考えると賢者の伝説はまるでこの世界の共通認識、つまり生まれる前から頭に入れられたようなものね。もう質問はないんだよね。じゃあまた。私は家を探さなければならないから。家の場所まで忘れるなんて。覚えてるのは名前だけだったりするの？名前？ああ、そうだ、名前は何だったかな。ここにいる人たちはみんな大して記憶力がなさそうね。心配しないで。今までの経験から考えれば彼はもうすぐ思い出すはずよ。ああ、確かにここに来た時点では全ての記憶を失っている人もいる。けど、彼らは徐々に記憶を取り戻すんだ。でも、さっきのやつと何の違いもないわよね。違うよ。彼はまだ思い出していないだけ。さっきの人はすでに忘れてしまったんだ。その証拠に、彼は賢者様のことを知っているだろう？ええ、もう少し時間が経ったら彼も思い出すはずよ。私たちにも似たような経験があるの。つまり、あなたたちの記憶も欠けてるってこと？そうだろうな。よく考えてみてくれ。思い出せるものなら欠けてるとは言わないだろう。そう、それが普通なんだ。自分が待っている相手を知ってるなら待つ必要なんてないじゃないか。あなたたちのような抽象的な生き物の考えは理解できないわ。ゼーレさん、賢者様の伝説はほとんど同じだけど、これ以上調べる必要なんて本当にあるのかな？確かに、これ以上調べても時間の無駄でしょうね。おや、賢者様の話をしてるのかな？君たちも賢者様が砂鉄の国に降臨したことを知ってるの？降臨？降臨？その通り、賢者様はすでに降臨して神聖を手に入れられるように我々を導いてくれているんだ。本当かしら？その賢者がそんなにすごいなら、どうしてあなたはまだここにいるの？誰もが新しい人生に憧れるわけじゃないよ。
私はここの暮らしに未練がある。だからしばらく砂鉄の国に残ることにしたんだ。そして私の知り合いの多くはもう賢者様についていったよ。ふん、だったらその賢者とやらは今どこにいるの？みんなが興味を持ってくれてるみたいだし、案内するよ。例の賢者が本当に存在してるなんてね。火のないところに煙は立たないという言葉のように、賢者の伝説もそうなのかしら。まあいいわ、様子を見ながら動きましょう。この先が賢者様の居場所のようだ。もうすぐ私たちも神聖を手にするのね。そう考えると少し緊張してきた。ああ、俺もだ。ち、うるさい、静かにして。平気よ。その賢者が本当に特別な力を持ってるなら、私にとってもここを出るチャンスになる。相手がただの嘘つきだとしても、せいぜいスタート地点に戻るだけよね。ええ、そんな単純な話よ。待って、どうしてあなたなの？シグレキラ、どれも綺麗な名前だね。僕の名前と同じだ。ビ、タ、その中から風の音や森の匂いを感じるだろう。どうしたら名前から声や匂いを感じ取れるんでしょうか。おや、少し想像力を働かせてみて、スーサナ。例えば、僕が先ほど口にした精霊のお嬢さん。もうからかうのはやめるよ。でも、君たちはどうしてここに来たんだい？君たちは強いし、わざわざ観光しに来たってわけでもないよね。はい、実はいなくなった仲間を探してて。それは困ったね。そんな特別な女の子を見かけたら、きっと覚えているはずなのに。少し聞いてみるよ。スケちゃん。はい。質問を述べてください。また現れましたね。それって一体？ああ、ここに来たばかりの君たちは、まだ彼女のことを知らないんだね。スケちゃんって言うんだ。名前を聞いてるわけじゃないんです。私の理解が正しければ、それって人工知能ですよね。人工知能？彼女のことをそう表現する人は初めて見たよ。でも、確かにスケちゃんは賢いよ。僕たちのそばにいるだけじゃなくて、疑問に答えたり、賢者の管理を手伝ったりしているんだ。人口の統計、作業の割り振り、税金の計算、セントソルトスノーにある設備の製造の手助け、そのすべてにスケちゃんが必要なんだ。だから、どう考えても、それって人工知能ですよね。まあ、その話は置いておくとして、スケちゃんが誰に作られたか、ビタは知ってるの？おや、ますます変な方向に向かっていないかい？スケちゃんはスケちゃんだって、みんなはそう言っているよ。少
し本題からずれてるみたいですね。スケちゃん、私と似た人を見かけたことはない？すみません。検索条件に一致する情報が見つかりません。スケちゃんも知らないのか。ということは、君たちが直面している問題は、そう簡単に解決できるものではないみたいだ。でも、落ち込まないで。僕は君たちの仲間の居場所を知らないけど、あの人ならきっとわかると思うんだ。え？誰のことですか？君たちの目の前にいるよ。トウ、トウもスケちゃんみたいに話せるんですか？トウは話せないけど、トウの中にいる人は話せるよ。高等の賢者、あの塔の頂点にはセントソルトスノーを守る神様がいる。みんなはそう言ってるよ。高等の賢者？ああ、噂によると彼女は何でも知っていて何でもできる。ここにいる人たちは皆高等の賢者を信仰しているんだ。彼女がいるからセントソルトスノーでこんな風に平和に暮らせているんだって。もしその賢者が本当にみんなの言うような力を持っているなら、きっと君たちの仲間の居場所を知っていると思うんだ。確かにすごい人みたいですね。かつてのオットー司教に関する噂話と少し似てる気がします。でもそんなすごい人がそう簡単に私たちに会ってくれたりするんでしょうか？もちろん無理だよ。賢者は滅多に外出しない。不況のような大切な場面でも使者たちに任せることが多いんだ。ここにいる住人たちは誰もが賢者に会いたいと思っている。でも本当に彼女に会えた人は片手で数えるくらいだよ。孤独な人なんですね。うん、確かに孤独でかわいそうな人だ。でもそれだとなすすべがないですよね。そう焦らないで。君たちを賢者のところまで案内することはできないけど、折衷案ならあるよ。僕はビタだからね。これから案内する相手は、以前死者の導きによって賢者の後ろ姿を目にしたことがあるんだ。後ろ姿だけですか？だけではないよ。セントソルトスノーの住人たちにとっては、死者様に相手にしてもらえただけでもこの上ない栄誉なのだから。しかしそれも…おかしいなぁ。バルキリー装甲の温度調節器はいつオフになってしまったんでしょう。寒っ。ゼーレさんやキラ先輩はまだいいとして、ビタさんは寒くないんですか？寒い？全然。むしろ君たちはその温度調節器がないとここで行動できないのかい？スーサナはまだ少し鍛錬が必要なようね。私、雪国での暮らしに慣れてませんから。よりによってここに着いたら季節は冬でしたし、いいのか悪いのかわかりません。冬？それは本気で言っているのかい？え？嘘でしょ？まさかここには夜だけじゃなくて四季もないんですか？その通りなら私でも答えられるわ。ここは四季によって景色が変わったりしない。だってこの都市を覆っているものは雪じゃないんだもの。え？違うんですか？こっちに来て。ねえ、よく見てて。やっぱり甘いわね。あなたたちも試してみない？はい。
こだ。しょっぱい。どうして私は皆さんと違う味を感じたんですか？当然だよ。キラは人差し指で雪に触ったのに、口に入れたのは中指だったから。鋭いわね。キラ先輩、信頼してたのに。正直に言うと、本当に乗ってくれるとは思わなかったの。もちろん、こんな風に笑うのも良くないけど。ごめんね、スーサナ。そんな、そこまでしなくていいですよ。だって、よく考えてみたら、セントソルトスノーって、ここの雪は塩みたいだってことですよね。道理で、苦くてしょっぱいわけです。おめでとう。正解だよ。たどり着くまで少し時間がかかったけどね。じゃあ、ゼーレさんは？とっくに知ってたんですか？キラ先輩が雪じゃないって言った後で、なんとなく察したの。ごめんね。時間がかかったから、スーサナさんに教えられなかった。つまり、私はついてないってことですね。でも、違う角度から考えてみたら、天命のバルキリーにしては警戒心が全然ないってことよね。これが塩だったからまだ良かったけど、毒だったらどうするの？キラ先輩の言う通りです。私が未熟でした。でも、素直なところはスーサナさんの一番の長所だし。そうだね。そのことに関しては、僕も君を見習うべきだ。ゼーレさん、ピタさん。そうだといいんだけど。さて、これ以上時間を無駄にするわけにはいかないし、前に進みましょう。でも、キラ先輩はどうして塩だってわかったんですか？あ、それはね。あれ、あの人は。おや、パンカおじさんだ。はぁ、俺の眠りを邪魔する奴はどいつだ。パンカおじさん、そんなに眠りたいならどうして外にいるんだい？ビータ、どうしてここに。いつも襲ってくる怪物たちがまた現れたんだ。君も気をつけてくれ。もう外で歩き回らない方がいいぞ。安心して、怪物はもう倒されたよ。それはいい。賢者様のご加護に感謝すねば。賢者に感謝するより、彼女たちにお礼を言ったらどうかな。彼女たちは僕の知り合いなんだけど、襲われていた僕を助けるために敵を退けてくれたんだ。君たちはビータの友人だったんだな。ぶしつけの態度をとってすまない。ビータを助けてくれたなら、俺の友人も同然だ。どうだ、うちでお茶でもしていかないか。カイおじいさんにちょっと用事があるんだ。また今度にするよ、パンカおじさん。カイさんは最近、体の調子が悪いらしいから、あまりうるさくしちゃダメだぞ。安心して。そんなこと言われたことはないから。そろそろ行くよ。またね。ビータ、うちで一緒に晩ご飯を食べないか？ありがとう。でも、カイおじいさんのところに友人たちを案内しなくちゃいけないから、また今度にしよう。そうか。じゃあ、カイじいさんによろしく伝えておいてくれ。ビータ、まだ帰らないの？近頃また怪物が出没するようになったって聞いたよ。ビータも気をつけて。安心して。その件ならもう解決したよ。少し用事があるから、終わったら帰るね。ビータ。こんばんは、ロイ姉さん。体の調子はどうだい？前回プレゼントしたハーブティーはちゃんと聞いた？次に辺境の村に行った時にまた持ってくるよ。安心して、まだあるわ。
明日はクッキーを焼くからもらいに来てね。ああ、ありがとう。ビタさんは本当に人気者だね。そうだビタ、数日後の選抜会なんだけど一緒に行かない？ああ、もう少し考えさせて。まだ行くかどうか決めていないんだ。え？でも賢者様の使者も来るのよ。行かないなんてもったいないでしょ。相手は賢者様の右腕なのに。その賢者様って本当に愛されてるのね。使者までもそんなに威張ってるなんて。賢者様はどこにでもいて何でもできるお方なの。賢者様がいるからこそ今のように平和に穏やかに暮らしていけるのよ。例えばクッキーに必要な小麦粉とオーブンはどちらも賢者様がもたらしてくれたものだしね。異邦人のあなたたちが言う威張ってるかどうかなんて関係ないわ。まあまあロイ姉さん、見ての通り僕の友人たちは異邦人だし、まだ賢者様のことをよく知らないんだ。これから彼女たちに話そうと思っていたところだよ。それなら賢者様の偉大さをちゃんと説明するようにね。手任せを言わないでもらいたいわ。安心して、そうする。ここの住人たちは本気で賢者様を信仰してるんですね。そうだね、ここは郷にいれば郷に従いでいこう。ええ、そうするしかないわ。今日のセントソルトスノーは静かだね。怪物が現れたからみんな避難しに行ったのかな。静か？まさか普段はあなたが出かけるとパレード、それとも彼らが話してたように賢者が姿を現した時みたいに賑やかになるの？賢者と比べるなんて滅相もない。せいぜい人数が少し近いくらいかな。それでも十分すごいと思います。そうですよ、みんなと知り合いだって言ってたのは事実だったんですね。みんな親切でフレンドリーな人ばかりだから、もちろん一番重要なのは面白いってところだけどね。あなたにとって面白くない人なんているの？それは少し考えさせて。なんだか思いつかないね。もういいわ、そうなると思ってたもの。でもこれから会う海王じいさんは本当に面白い人だよ。彼は僕と同じくらいみんなに好かれているんだ。もちろん僕の方が人気が高いけどね。ここだよ。おかしいなぁ、海おじいさんがいない。この時間だと外で涼んでいるはずなのに。海おじいさん、いるかい？ビタだったのね。お入り。イースおばあさん、海おじいさんは？あまりにも突然すぎたんだ。今日の午後には一緒にお茶をしてたのに。お葬式の時にビタに連絡しようと思ってたが、ここに来たということは。ええ、きっとカイもビタに会いたかったんでしょ。ありがとう、イースおばあさん。ご愁傷様です。私たちはビタさんの友人です。安心してお嬢さん、別に悲しくないわ。カイは私より一足早く死者の世界に行っただけなの。賢者様の導きのもと、私たちはいつか再会するわ。
やっぱりキラ先輩も気づいたんだ。外で話そうって意味かな。ビタさん、突然で申し訳ないけど、光の塩の倉庫まで一緒に行ってもらえないかな。ここの習わしだと、光の塩は死者に進む方向を教えてくれるんだ。今まで海おじいさんには世話になったし、彼に最後の祝福を送りたい。本当にごめん。みんなのために情報を聞き出そうと思っていたんだけど、まさかこんなことになるなんて。みんなはどう思う？もちろん手伝います。ただゼーレさん、こういう状況でただとか言わないでください。スーサナ、気持ちはわかるわ。でも少し変だと思わない？変ですか？愛する人が亡くなったのに、あの人たちは少しも悲しくないみたい。ああ、それは彼らにとって悲しむ理由がないからだよ。え？ここは特殊な世界だからね。イースおばあさんが言ったように、死は消失ではない。彼らはただ別の世界で元の生活を続けるだけだよ。あの高等の賢者の話を覚えているかい？言い伝えによると、賢者には特殊な能力があって、生と死の世界を行き来することができるんだ。賢者が高等の中から出てこないのは、死者たちのために祈っているからだと、人々は信じている。賢者が存在しているからこそ、高等の頂点にある光の塩は輝く。それに導かれた死者は、死後の世界で穏やかな生活を送ることができる。そして彼らはもう一つの世界で再会する。セントソルトスノーの人々はそう信じているんだよ。その信念は悲しみを薄めてくれる。未来で家族と再会できるように人々は賢者に祈るんだ。でも高等の賢者は姿を見せないのよね。どうして住人たちはそう信じてるの？聞くところによると、賢者の使者は時々中央広場に現れるんだ。そして賢者の力を広めているらしい。セントソルトスノーの住人なら誰もが知っている話だよ。聞くところによると、ビタはその不況の場にいたことがないの？ああ、ちょっとした事情があってね。リタさんは高等の賢者の伝説のことをどう思ってるんですか？わからない。何しろ誰もその世界を見たことがないから。もしその世界が存在しない、もしくは人々の期待通りのものじゃなかったら、一つの嘘のために人生の感情と時間を捧げ続けなければならないなんて。はぁ、あまりにもバカバカしい。この先に光の塩が保存されている倉庫があるんだ。一緒に行こう。カイさんのことは本当に残念だった。でも悲しむ必要はない。彼ならきっと死者の世界でもうまくやれるはずだよ。そうかもしれないね。ありがとう。
戻ろ。ここまで付き合ってくれてありがとう。自分のせいで遠くからやってきた客人たちが悲しんだら、きっと海おじいさんも申し訳なく思うはずだ。それって、ここには僕や隣人たちがいる。もう遅い時間だし、今回のことでみんなに夜更かしをさせてしまったら申し訳ないよ。あ、休息といえばどうしたんだい？ああ、そういうことだったんだね。ちょうどよかった。僕の家に泊まるっていうのはどう？え？いいんですか？もちろん。ずっと一人暮らしだし、そもそもうちは広いんだ。床で寝るのが嫌じゃなかったら、三人くらい余裕だよ。僕自身は、もともと海王じいさんに付き添うつもりだったから、眠っているみんなの邪魔はしないよ。それは、さすがに申し訳ないんじゃ。でも、まだ宿泊先に当てはありませんし。ここはお言葉に甘えて、ビタの行為を受け入れましょう。断ってわざわざ夜更かしや野宿で時差ボケを直すなんて、むしろ薄情よ。ああ、君たちが本当にそんなことをしたら、僕だけじゃなくて、近所のみんなも悲しむよ。じゃあ、少し待ってて。光の塩を渡したら、すぐに休める場所を用意するから。二人はどう思う？どうって、何が？例えば、本当に生死を操れる賢者がいると思う？それは、わかりません。キラ先輩が言ったように、世界の泡では常識外のことが起きますから、世界の泡自体の法則と関係があるのかもしれません。その賢者が本当に常人を超えた力を持ってる可能性も、ただ口のうまい詐欺師の可能性もあると思います。そして、その人に会わなければ、私たちはこの世界の真相を確かめることができない。そうよね。はい。そうですね。それに、ビタさんについてなんですけど。あら？彼女がどうしたの？何を経験したのかはわかりませんが、なんとなく彼女は、賢者の存在に対して、妙な敵意を持ってる気がします。敵意？本当ですか？わからない。なんとなくそう感じただけだよ。彼女が、うちは広いって言った時にも、私、とても深い悲しみを感じたの。あ、それってもしかして、ゼーレさんが世界の泡を感知する能力を持ってるからでしょうか？どうだろう。ここに入ってからそういう感はあまり。だからさっきも、その感情の源が何だったのかはわからなかった。もしかしたら、この世界は本当に普通じゃないのかもしれないわね。でも、ビタのことを確認する前に、すでに決まったことがある。はい、そうですね。何があっても、私たちは高等の賢者に会わなければなりません。私は一体何を見てるのかしら。よろしい。すぐに感じるはずだよ。あなたたちの魂の中を熱が通っていくのをね。自分が遥か彼方へ飛んでいくような、もしくは深い水底に沈むような、全身が軽くなって、さあ毛量たち、心に秘めたあなたたちの願いを私に見せて。まずはあなたから始めよう。
偉大なる賢者様、どうか愛する婚約者と再会させてください。楽勝だよ賢者様。多くは望みません。まだ生まれていない孫娘に会いたいだけなんです。朝飯前だよ。あなた様が伝説の賢者様ですよね。次はお金持ちとして生き返らせてくれませんか。簡単だよ賢者のお姉ちゃん。パパとママに会いたいの。賢者様、私も私も。焦らないで、みんなの分があるから。私は差別なんかしないよ。信者に対しては公正公平なんだ。よく聞いて。さっき話した人や状況を心の中で細かく想像するんだ。あとは私に任せて。私があなたたちの願いを全て叶えてあげる。本当に君なのか、エレーナ。また君に会えた。なんて健康的な顔だ。これでわしも安心だ。あ、これは塩？俺の違う、宝石だ。宝石がいっぱい。これでお金持ちになれる。ありがとう賢者のお姉ちゃん。ありがとうございます賢者様。違う違う、どうしてその呼び名で私を呼ぶの。よく聞いて、もう一度教えるから、私の言葉を繰り返して。式の律者様万歳。式の律者様万歳。ん？あなた、まさかこんなところであなたに会えるなんて。楽しんでるようね、式の律者様。ゼーレン、どうして死んだの？は？ほら、この世界の泡に来てから彼らのような魑魅魍魎にしか会っていないでしょ。常識的に考えれば、ここは死後の世界や黄泉の国のような場所のはずだよ。何バカなことを言ってるの。その理屈だとあなただって死んでるってことになるじゃない。バカを言わないで。天が崩れ落ち、地が裂けたとしても私はちゃんと生きていける。あなたにとって一番理解しやすく言えば、私は三階にも五行にも属していない。そもそも閻魔帳に私の名前はないよ。わかった？そうだったわね。忘れるところだったわ。あなたは神の神だもの。な、ちょっと、わざとその言い方を選んだでしょう。わざとかどうかは知らないけど、私にとって一番理解しやすい言葉はそっちよ。なるほど、あなたはもう一人のゼーレだね。そんなに驚かないで。別にあなたたちに教えてもらう必要はないでしょ。一つの体の中に二つの意識が存在しているなんて、あまりにも分かりやすいもの。どうやら式の律者も名前だけじゃないよね。だったら分かると思うけど、私はゼーレとは違うの。私と話すときは言葉遣いに気をつけなさい。何を笑ってるの。あのね、一応だったとしても半年前に協力し合った仲なんだから、そこまでトゲのある言い方をしなくてもいいでしょ。あの優しいゼーレと比べると、あなたは本当に子供っぽいんだね。何ですって。早くゼーレを呼んで。二人の大人で会話を続けた方がいいでしょ。でないと日が暮れるまで。
そもそも日は出てなかったね。とにかくあの月がうっかり沈んでも話が進まないと思うよ。私が子供っぽい。おや？待って、違う違う、ゼーレン、あなた。他の人ならまだしも、こいつが私のことを子供っぽいですって？ちょっと、口で勝てないからって手を動かすの？黙りなさい。不当立者を殺す感覚を知りたくなっただけ。あら、ちょうど目の前に嫌な立者がいるわね。いいでしょう。私に喧嘩を売ろうとしてるんだね。その喧嘩、買ってあげるよ。大崩壊が終わって喧嘩する相手もなかなかいなかった。まさか自らやってくるとはね。大崩壊はとうに終わった。あなたは羽化していない力者でしょ。以前の力が10分の1でも残っているというのね。悪くない。若いのにここまでの力を持ってるなんて実に珍しいね。自慢してもいいよ。最強の四季の律者を相手にして30手も耐えられたんだから。まあいいや、今回は特別に50手まで耐えたってホラを吹いても構わないよ。でもこのままだとあなたに賞賛はない。助っ人を呼ばなくていいの？助っ人？何を言ってるの？ウサギのことだよ。騙して私をここに連れてきたのは彼女なんでしょ？あなたがここにいるのはあの女に騙されたからなの。話すと長くなるけど、おかしいね。どうして私より困惑してるの？あなたは本当にあいつと無関係なの？ここが黄泉の国だっていう可能性の方が、私があの女に協力するって可能性よりずっと高いと思うけど。なるほど、あなたたちにもいざこざがあったわけだね。敵の敵は味方っていうし。もう怒らないでよ。全部解決したって顔をしないが、まだあなたに聞きたいことがあるのよ。例えば、私がここに来たの、あなたは何をしてたの？暇すぎて洗脳ゲームでもしてたわけ？洗脳なんてやめてよ。私は彼らの願いを叶えてあげてたの。あの、全知全能の賢者が彼らを生き返らせるって伝説かしら。何？そんなバカバカしいおとぎ話を信じるより私を信じた方がいいと思わない？ん？あなたってば、空気を読まない奴らまで招待したの？漁師の怪物じゃない。あれは一体何なの？知らないよ。奴らの先には。あの鬼火たちってば、まだ。まだあなたの B 級映画に夢中になってるようね。誰かさんの余興のせいで死ぬなんてあまりにもかわいそうだわ。今回は尻拭いをしてあげましょう。やっぱりあなたにもゼーレらしいところがあるんだね。うるさいわね。
ありがとうございます。お二人が助けてくれなかったら、わしらは消えるところでした。大したことないよ。ついでだったし。元凶のくせに、何調子に乗ってるの？でも、サエたちが襲ってきたことなんて今までなかったのに、どうして急に？サエ？それって、さっきの怪物たちのこと？漁師の海で、あんな生き物を見たことはなかったわ。違う。サエは怪物ではなく、賢者様の忠実なしもべなのよ。別に私には関係ないけど、むやみに賢者を信じない方がいいと思うわよ。さっきは偽物のせいで死にそうになったってことを忘れないで。お姉ちゃんは本物の賢者様じゃないの？そんなこと重要じゃないよ。私はその賢者様よりもずっとすごいんだ。はいはい、わかったよ。もうそんな風に睨まないで。実は、そういうことだったのか。何？怒ってないの？こいつを殴りたいなら、私が代わりにやってあげるわよ。ふん、調子に乗らないで。いやいや、責めているわけじゃない。そうだな、その旅人は本物の賢者様じゃないけど、彼女のおかげで久しぶりにいい夢を見られた。むしろ感謝してるくらいだ。その通りよ。焦る必要はないわ。いつか本物の賢者様が私たちを見つけてくれるはずだもの。じゃあ俺の宝石は？俺のお金持ちになる夢は？もう少し待とう。いつか実現する日が来るよ。本当にその賢者様のことを信じて疑っていないのね。お姉ちゃんは賢者様を信じてないの？私は別にこの世界の泡、砂鉄の国の人間じゃないもの。あなたたちの伝説を信じるわけないでしょ。え？でも砂鉄の国にいる人は私たちの仲間だってみんなはそう言ってるよ。お嬢さん、私たちとあなたたちの違いは一目見ただけでわかるはずだよ。まず私たちは透明じゃない。ん？何？どうしてそんな変な目で私を見てるの？バカ、早く自分の体を見てみなさい。私の体、ちょっと、どうして私も透明になってるの？知らないわよ。でも、天が崩れ落ち、地が裂けたとしても生きていけるのよね。じゃあ、その姿になっても別に問題はないでしょ？確かに問題はないね。待って、どうして私まで透明になってるわけ？そうね、どうせ問題はないんでしょ。やっぱりお姉ちゃんたちは私たちの仲間なんだ。心配は不要じゃ。おそらく長い間月の光を浴びていないだけじゃな。はい？月の光を浴びる。あ、まさか。ああ、外の世界から来たお嬢さん。俺たち砂鉄の国の住人は見ての通り、人間としての姿を失い、存在の証明として一縷の光しか残っていない状態なんだ。その光が消えないように、俺たちは月の光を浴びないといけない。私たちの体は、ここにいる魂と同じようになってるの。待って、一体何の話？まさか、私たちは本当に死んでるの？は？みんな、ちゃんと休めた？はい、時差ボケはほとんど治った気がします。完全に充電できました。ピーターさん、ハムエッグがこんなに美味しいなんて知りませんでした。ありがとうございます。どういたしまして。キラもどうだい？
朝から出かけていたし、お腹が空いているだろう？あ、大丈夫よ。もう朝食は済ませたから。みんながちゃんと休めたなら、次の行動を決めましょう。例えば、高等の賢者と交渉する方法とか。はい。ビタさん、何かいい案はありますか？ありすぎるよ。そう言いたいけど、例の賢者は謎だらけで、セントソルトスノーに顔を出すことも滅多にないんだ。彼女に会うのはなかなか難しいよ。直接高等に行って、賢者に会いたいって言っちゃダメでしょうか？そうだね。高等の賢者が町の管理をすることは滅多にない。でも、塔のことはかなり重視していて、そこを守るために多くの、紳士を手配してるから。普通の人は出入りできないんだ。それも当然よね。セントソルトスノーの人々は誰もが彼女の信者だし、みんなが簡単に面会できたら、高等の賢者は何もできなくなっちゃうもの。アイドルと同じですね、キラ先輩。あら、スーサナ、アイドルの苦労を理解し始めたのね。よろしい。ただそれだと、賢者と会う前に相手側との争いや矛盾をどう避けるべきかちゃんと考えないといけないわね。高等の賢者に会いたいって言っても無理なら、彼女が塔を出た時に話しかけるっていうのはどうですか？確かに、高等の賢者は布教のために出かける時があるって住人たちが言ってたわね。でも、まだ仲間を探してる途中だし、その時間がわからないなら。そしてその時、賢者が外に出るような仕事をすべて死者に任せていることに気づいたんだ。ああ、死者とはつまり高等の賢者の代わりに都市を管理している人のことだよ。近頃、彼女はみんなを指導しながら、誰もが想像できないような危機を作り上げたんだ。それだけでなく、さらにそのシステムとやらで、仕事の手配をするようになった。僕に言わせれば、あの死者様の方が尊敬されるべきだと思う。彼女のおかげで、僕たちの生活はずっと便利になったしね。君たちが見たスケちゃんもだよ。ここだけの話、なぜみんなが高等に隠れて出てこない人を崇めるのか、僕にはわからないんだ。スケちゃんを崇めた方がまだ理解できるよ。そうだろ？こういう説を聞いたことがあるわ。理解できないからこそ、信仰するしかないんだって。でも、死者の行為のすべてが、賢者の指示だとは言い切れないのよね。もし本当にそうだったら、君たちにとってはいいことなんじゃないかな。だって、高等の賢者がただの名前だけの存在だったら、仲間探しに協力してもらうことができなくなるから。それなら、まずは死者と話してみるっていうのはどうでしょうか。もし彼女が勧めてくれたら、私たちも高等の賢者本人に会えるかもしれません。一理あるわね。でも、どうやったらその死者に会えるのかしら。相手も世界の秩序を維持する地位の高い人みたいだし。死者様に会いたいだけならいい案があるよ。本当ですか？早く教えてください、ビタさん。百聞は一見にしかずさ。僕についてくればすぐにわかるよ。ああ、賑やかですね。これって何かのお祭りですか？違うよ。あ、でもそんなに違わないかな。これは最近死者様が都市の管理をし始めてから定期的に行われている
職業選抜大会だよ。職業選抜大会？え？あれは。おや？ゼーレもあの鉄人間に興味があるのかい？あれは塔の中で作られたものだって聞いたよ。死者様はあのデカ物の使い方を教えてくれたけど、一番頭のいい住人でさえも、どういう原理で動いているのかわからないんだ。ゼーレたちの世界にも、ああいう機械があるのかい？あるにはあるんですが、キラ先輩、あの機構たちは。ええ、駆動技術においても、機体の設計においても、私たちの世界のものと似すぎてるわ。それで、この人たちと機械はみんな、その選抜大会とやらに参加するためにここに集まってるんですか？その通り。職業選抜大会とは何なのか、この僕が説明しよう。死者様がセントソルトスノーを管理するために設計したシステムの話をまだ覚えているかい？職業選抜大会では、僕たち、このセントソルトスノーで暮らすすべての人たちの代わりに、システムが最も適切な仕事を選んでくれるんだ。まず、みんなは死者様の指示に従い、必要なデータをシステムに提供する。その後、システムはデータを分析して複雑な計算を行うんだ。計算が終わると、システムは最も適切な仕事を選抜に参加した人々に割り振る。もちろんその仕事はどれもセントソルトスノーの繁栄を維持するために必要なものさ。みんなに労働と創造の楽しさを感じさせることに着目した結果、このシステムが出来上がったらしい。どうかな？素敵な考えだと思わないかい？死者様曰く、適材適所ってことさ。なるほど。システムにデータを分析してもらって、住人たちの仕事を決めるんですね。SF 映画で、そういう設定を見たことがある気がします。でも、歴史の教科書にも似たようなことが書いてあった気がする。若い頃の係屋お母さんは、そういう機構とも交流があったみたいで。ええ、常に世界は簡単に操れる。そんな未熟な考えを持つのが人類よ。私たちの歴史から言うと、職業を完全にシステム、もしくは機械に任せて決めたら、最終的にそれは当事者個人の意思を殺してしまう。つまり、希望通りの結果を手に入れられなくなるのよ。へぇ？例えば、やりたくない仕事を割り振られても拒否できなかったとしたら、自分が好きじゃない作業を黙々とするしかないでしょ？それはどちらかというと、システムが不完全なように見えるけど。じゃあ一歩引いて、もし好きな仕事が割り振られたとしても、その人には他の明確な考えがあって、別の職業と人生を同時に満喫したい場合、システムは解決してくれるの？ましてや、その人が好きな仕事や生き方がまだ存在しない場合、システムはどうやって計算して答えを出すの？そんな状況が続いたら、その人が持ってる情熱と夢も、この世界にあるはずだった情熱と夢も、そのせいで薄くなって消えてしまうでしょ？キラ先輩。ごめんなさい。別に問い詰めたいわけじゃないの。ただ、私個人という視点から考えると、どうしてもその仕組みに賛同できないのよ。そのシステムが便利だってことはわかる。考える時間を節約して、回り道を回避することもできるけど、他人の意見に左右されず、自分の考えを持ってる人にはダメージを与えてしまう。構わないよ。君の話も一理ある。でも、セントソルトスノーの人々は、それを便利だと思っているから、そんな欠点をちゃんと考えられていないだろうね。ところで、ビタさん、選抜大会に案内してくれた理由をまだ聞いていませんよね。そうだった。本題を忘れるところだったよ。
実は選抜が終わった後、使者様は任命式を行い、自ら職務の要点を本人に伝えるんだ。つまり、職務を手に入れた人は使者と直接会う機会があるということですね。あ、じゃあ私たちも職業選抜に参加すればいいんじゃないですか。例えば戦士みたいな職業とか。そう簡単な話でもないでしょ。例えばその使者は本当に私たちのような異邦人に仕事を用意してくれるのかしら。確かにそれも問題だね。でもついてきて、方法はいくらでもあるんだ。やあ。こんにちは、セントソルトスノー住民、識別コード00457。何か伝えることはありますか？聞きたいんだけど、今回の大会の欠員にはどんなものがあるの？少々お待ちください。システム検索中。お待たせしました。キーワードをもとに検索した結果、一件がヒットしました。よし、リタさん、これは一体？ああ、説明するよ。セントソルトスノーの適齢人口が徐々に増加しているから、使者様も新たな仕事を増やそうとしているんだ。でもたまに変わった職務があってね。一体どういう内容なのかみんなもよく知らないから、適任者がいないって状況になったりする。そういう職務は欠員、つまり誰も仕事についていない状態になるんだ。え、その場合都市の運営に支障が出たりするんじゃないですか？心配ありません。欠員が発生する職業はセントソルトスノーの生産活動の中でも基礎的ではないものばかりです。そうそう、本当に変わった職業ばかりだよ。住民コード00457の発言を訂正します。職務はすべて死者が慎重に考慮した後、セントソルトスノーの職業と文化をより多様化させるために追加されたものです。住民たちの認識を超えたものもあるかもしれませんが、変わってなどおらず無意味な存在でもありません。ふむふむ、僕もそう言いたかったんだ。そうなんですね。わかったわ、ビタ。欠員が出てる職務を担当してほしいってことね。もちろんだよ、めったにないチャンスだ。ジュリカン、問題はないよね？セントソルトスノーの住民ではない者が職務に就いた前例はありませんが、検索結果によるとそれは使者が指定した規則に反していません。つまり問題はないってことだね。しかしそういった職務は特殊なため、申請者はカスタムされた特別審査を受けることになります。審査を通った者だけが職務に就けます。特別審査もあるんですか？あの、その職務って一体？キラ先輩、本当にやらないといけないんですか？なんだか少し恥ずかしいんですけど。何を言ってるの？ここまでやらないとアイドルって言えないでしょ？よく聞いて。任務のためだとしても、ステージに上がるからには一番完璧な姿と一番キラキラした笑顔で観客たちの心をつかまなきゃダメよ。わお、さすがはキラコホン。じゃあさっき教えたことをもう一度やってみせるから、ちゃんと見て心に刻むのよ。はい、頑張ります。みんなありがとう、大好き。これは、よく見てくれた？これがパフォーマンスが終わった時のアイドルの挨拶よ。時間があまりないから立ち振る舞いを直したり、パフォーマンスの流れを教えたりすることはできないけど、オープニングとエンディングの動きさえ完璧だったら、きっとみんなの心をつかめるはずよ。それはそうですが。
どうしてこうなったのかな。その職務って一体。文化繁栄大使。使者はそう命名しました。文化繁栄、結構複雑な職業のように聞こえますが。しかも少し地位が高い？本当に私たちに務まるのでしょうか。文化繁栄大使の具体的な仕事内容は何ですか？死者が残した記録によると、文化繁栄大使という職務を作ったのはセントソルトスノーで、影響力とアピール力、さらにはカリスマ性のある人物を作り上げるためです。具体的な仕事内容は歌、舞台、パフォーマンスなどのエンターテインメント事業に従事し、多数の支持者を獲得することです。支持者と良好な関係をキープしながら、彼らの精神面をより豊かにし、文化的生活の次元を広げる。つまり文化繁栄大使の仕事はセントソルトスノーをより良くすることです。え、待って、なんだか少し私たちの世界のアイドルに似てる。アイドル。少々お待ちください。死者が残した補足資料でそのワードを見つけました。内容を読み込み中です。お待たせしました。内容を照合した結果、文化繁栄大使の職業概念はアイドルと 99.2% 一致します。同じじゃないですか。私たちがアイドルになるの？じゃあその審査というのはまさか。いいじゃない。さあ、さっきの動きの要点を説明するから、ちゃんと聞くように。待ってください。どうしても審査を受ける、つまりステージに上がってパフォーマンスをしなければいけないなら、キラ先輩が一番の適任者じゃないですか。どうして私とゼーレさんが？それは、それは、パフォーマンスに歌も含まれてるからよ。でも昨晩雑談した時にキラ先輩は歌唱経験が豊富だって言ってませんでしたか？あれは、なんて言えばいいのかしら。前回のパフォーマンスで喉を少し痛めてしまって、今もまだ回復しきれてないのだから。え？でも先輩はずっと漁師の海で漂流してたんですよね。前回のパフォーマンスってかなり前のことじゃないですか？もう、どうしてこんな時に限って頭の回転が早いの？とにかく、スーサナとゼーレがパフォーマンスをするの！これは先輩の命令だから、反論なんて許さないわ！はい。ふん。よし、これから動きを説明するわね。この動きには3つのポイントがあって、1つ目は左足を上げて、ふくらはぎと太ももがくっつくまで曲げること。2つ目は手の動きよ。左手はできるだけ高く伸ばして、右手は顔の近くで可愛いポーズをする。3つ目は、一番大切な、笑顔よ。100% 心を込めて、お客さんたちを幸せにできる笑顔を見せるのよ。以上、わかった？ちょっと整理しますね。一つ目は、考えるより実際に体を動かした方が覚えやすいわ。さあ、どうすればいいのかな。違う、全然違う。ゼーレ、自分を信じなさい。どうすればいいのかな。違う、ゼーレ、自分を信じなさい。どうすればいいのかな。
い、とてもアイドルらしいわ。やっぱりゼーレにはアイドルの才能があるわね。ありがとうございます。キラ先輩、私はどうですか。はあ、まだまだ時間が必要なようね。よし、これで二人ともアイドルとしての基礎はできたって感じね。ゼーレは声が綺麗だし、スーサナはダンスが得意だから、きっと二人は無事に審査を通過できるはずよ。頑張ってゼーレ、スーサナ、僕は下で二人を応援してるよ。ゼーレさん、どうしましょう。緊張で震えが止まりません。本当に大丈夫なんでしょうか。やってみるしかないよ。心配しないで。ただの審査だし、お客さんはそんなに来ないはずだよ。それに、私たちの目標は審査そのものじゃないし。さあ、余計なことは考えないの。ステージに上がったからには全力でパフォーマンスをすること。目標は審査のステージよ。ソルトスノーではこんなにぎやかなイベントは滅多にないから、この話を聞いてみんなが集まったの。この話を聞いて？どうしましょう。気が遠くなりそうです。ステージに上がる前からビビってどうするのよ。バルキリーとしてやる気を見せなさい。まもなく文化繁栄大使選抜審査が始まります。参加者は入場してください。スーサナさん、そろそろ入場しよう。仕方ないですね。大丈夫、私がそばにいるから。ゼーレさん。はい。最高にいい歌だったよ、ゼーレ。スーサナのダンスをずっと見ていたい気分だわ。ゼーレ、ゼーレ、ゼーレ。スーサナ、スーサナ、スーサナ。私たち、うまくごまかせたみたいですね。そうみたい。スーサナさんのおかげだよ。ゼーレ、スーサナ、二人とも最高だったよ。ええ。二人とも才能があるわ。でも次こそが一番肝心よ。私が教えたアイドルポーズでこの素晴らしいパフォーマンスに完璧なピリオドを打ちましょう。みんなありがとう。大好き。文句なしよ。お疲れ様、ゼーレ、スーサナ。疲れました。調香師で調査を行った時ですらここまで疲れなかった気がします。お疲れ様。素敵なパフォーマンスをありがとうございました。これから今回の審査員が採点を行います。絶対
しもう一度。ダメダメ、もう一度踊ったら今度こそ疲れて立っていられないよ。え、あれは。ゼーレ、スーサナ、セントソルトスノーの住人に素晴らしいパフォーマンスを見せ、彼らの生活を文化的に豊かにしてくださり、同時にこのステージをきっかけにして重要なデータを収集できました。住人たちのメンタル曲線の変化を記録し、適切なタイミングでこういったエンターテインメント活動を増やします。ですから満点評価を差し上げます。もちろんその中には人情的な要素は含まれていません。待って、あなたはプロメテウス、全文明の人工知能です。ニューアトラの作戦記録で見たことがあります。今の彼女はシステムを管理する使者です。あなたが使者なんですか？その通りです。私は高等の賢者という存在に協力し、都市を管理するシステムを作りました。彼女はこの世界の泡の住人じゃなくて、月にある空間の残片から来たように見える。あれ？ビタさんの時みたいに、漁師の海に対する直感がまた戻ってきたのかな？ふん、元気そうね。あの女の金魚のふん。え？キラ先輩は彼女のことを知ってるんですか？待って。つまり君たちと死者様は知り合いだったのかい？すごい！どうやら今の状況を整理するための時間が必要なようですね。ジュリカン、周りにいる住人たちを解散させてください。かしこまりました。プロメテウスさん、あなたがここにいるということは、私とスーサナさんは偶然漁師の海に入ってしまったってわけじゃないんですよね。この世界の泡に一体何が隠されてるんですか？ウサギもここにいるんですよね。私たちは長空誌で彼女に関する手がかりを見つけましたが、今になってやっと確信が持てました。それに一番大事なのは、前回もウサギがもう一人の私を。落ち着いてください、ゼーレ。確かにこの世界の泡は普通ではありません。だからこそ、現状を整理する時間が必要です。あなたが答えを見つけられるように、まずは、ある旅のことから話しましょう。そう。私とミステルが共に経験した旅のことです。